コンシェルジュ入っちゃいます。はい、肩上がんないですか。肩ね、こうできるんだけど、ここから後ろに行きたくないの。行きたくない、こっちが痛い、両方痛い、両方感じ。はい、コンシェルジュさんですね。はい、小野真奈美さん。はい、こんにちは。ナチュラルケアコンシェルジュホメオパシーの大野真奈美です。今日は素敵な、素敵ですか。 ありがとう、気に入った。コーラルですか。コーラル、はい、あのルディさんのコーラルカラーと一緒です。ありがとうございます、はい、今日は350肩キリンさん宣言だ。どういうこと。上がらないのよ。上がらないというかこちらに行かないのよ。あ、ね、痛いの。痛いですよね。しかも両肩、両肩、はい、両方の、ね、厳しいですね、はいはい、私も片方ひどかったことがありますので、よくわかります。辛いですね。それで前回に引き続きボディケアということで、はい、うん、私のために、はい、もちろんでございます。私のために、はい、はい、それでですね、前回もあのルータという、うん、あの筋肉とか腱とか小さい筋肉にいい、あのレメディをご紹介したんですけど、はい、今日もそれをまた引き続きちょっとご紹介したいですね。と、うんうん、いうのはあの350型にももちろんありますが、はい、言い過ぎですね、失礼します。いやいやいや、眼精疲労、皆さん大変じゃないですか。パソコンだとか、はい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 、スマートフォンとか、ね、目、目の疲れてないですか、ね、すごい頭痛がしてきます ね、ありますよね、うん、私は今日ちょっと、ね、睡眠不足だったり、そのスマートフォンでのやり取りだったりで目がすごいしょぼしょぼするわけです、はいはいはい、そういう時にこの筋肉とか腱にもいいルータというものを取っていただくと楽になります、あの目の奥の筋肉を緩めるっていうことですね、はい、うんうん、中にこう手入れても見たくなるもんね。ありますあります、あります、はい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 、目の裏側のねところとかね、うん、はい、もっとひどくなるとね、さっきルディさん言った頭痛にもなったりしますので、はい、ますね、それを和らげるためのものです。うん、でそれをまたあの同じレメディで両方できるっていうところ、ね、あ、いいですね。いいですよね、うん、まあ、肩こりだったりも、はい、肩こりもひどい、ね、全部疲れに、うん、あ、だから肩こりで結局全部固まっているから、なんとか肩になっちゃう、ね、今更気を使っていただいてもね、なんとか肩もういいんじゃないですか、もう、はい、350ですね、はい、350でね、はいはい、なのであのそういったなるべくそうならないようにするっていうのが、うん、このレメディの、あの大きな働きの一つだと思う。すごい必要ね、兼ねて小さいこう歪みのうちに少し取ってしまおうっていうことができるんですよ ね、 なるほどね。のでもう簡単に一粒舐めてもらうっていうことをするといいと思います。なるほど、はい、はい、で他にもたくさんあるんですけれども、うん、まあ、今日はあのレメディアスのルーター、助かりますね、はい、あの 本日とても助かります。肩こりにももちろんいいです。はい、うんうん、はい、それであのイベントの、ね、ご紹介もまたちょっとさせていただきたいんですけども、はいはいはい、今週の日曜日8日に自由が丘で、はい、あの私やそれから次のエゴスキューのアラさんなど集まって、うん、あの体験ができるようなセラピスト同士の今週行かれるんですね。だって元自由が丘、はい、ついこの間も自由が丘で来てください、ね、無視ですね、仲間がいるから、無視じゃない、ね、集まれみたいな、ぜひぜひ、ね、あの楽しいあの体験がたくさん、うん、格安でできますので、なるほどなるほど、たくさんの知らなかったセラピーを体験していただくと、はい、名前もできると、お名前とかも、ね、コンシェルジュ、うん、あ、お名前のケアの方もいらっしゃいますし、うん、あの脳活性のセラピーだったり、はい、いろんなあの方がいらっしゃいますので、ええ、ぜひぜひあの来てください。はい、はい、いつでした、8日、今週の日曜日の1時、はいはい、午後から、はい、ですけれども、はい、駅のすぐ近くでやっていますので、はいはい、情報はまたあの、Facebook の方に、うん、あのアップします、うん、はい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、レメディ後でお願いします、うん、そうですね、はい、今日こそはお渡しして帰ります。はい、はい、では次回、はい、また次回、はい、はい、楽しみにしています、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
今日は必要ですね。必要だわ、ね、もうなんかガッチガチになっちゃって、私ここなるとね、うわって気持ち悪くなっちゃう。あ、はいはいはい、肩こりとかひどい人とかね、そういう人いらっしゃいますよね。